はい、皆さんこんにちは。レディーホンカーズの南です。今回はスイングのリズムをベーシックのリズムとして、いろんなリズム練習を皆さんと一緒にやってみたいと思います。コール&レスポンス方式、私がやって、それに答える形で同じリズムを返してもらうっていう練習用の動画を撮ってみたいと思います。譜面を演奏するときに、譜面上に書かれているその表記にとらわれてしまって、そのベーシックになるスイングのリズムから逸脱してしまっている場合って結構あるんじゃないかなと思います。まずはそのスイングのリズムに乗っ取って、リズムを捉えるっていうことができて、初めてそのちょっと乖離するというか、流れと逆らうっていうことが成り立つかなと思うので、ちょっとまだスイングのリズム苦手だなっていう方は、今回の練習をね、ちょっとやってみてもらいたいなと思います。やり方としては、ブルース、B フラットのブルース。なので、アルト、バリトンはソの音、テナーの方はドの音を使って、その、ブルースに合わせながら、私がやるリズムをそのまま真似するっていうことをやってみてもらいたいなと思います。で、今回はあえてその私がやっているリズムの譜面は表示しないでやってみたいと思います。なので、自分が聞こえた通りで構わないです。今のって何音符なんだろうとかって考えるのではなくって、自分が聞こえてきたリズムが、まずこのスイングのビート、リズムに乗って、そこからどういうリズムが今聞こえてきているのかっていうところをまず捉える。で、それを真似して吹いてみるっていうことを何回か繰り返していくと自分のボキャブラリーになっていって、例えば譜面で見た時にも譜面上の流れに引っ張られてしまってスイングのリズムがなくなってしまってないかっていう耳が養われたりだとか、あとは、ソロのね、アドリブソロに挑戦したいっていう方も、音遣いだけじゃなくてリズムの引き出しにもなってきますし、何よりね、このコール&レスポンスで楽しみながらやることが一番ですので、正しい間違っているではなくってスイングのリズムから自分がちゃんとのそれに乗っ取ってリズムを出しているかっていうところを、自分の評価のポイントにしてやってみてもらいたいなと思います。
はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、途中で2拍3連とか、それを抜いたものとか、16分音符とかが入ってきて、難しいなと感じてしまった人もいるかもしれないですし、今の2拍3連とか16分音符とか、よくわかんないなって思う方も、とりあえずは OK です。とにかく真似してやってみる。で、あればその小説にね、またいで、こう、例えば私がその小説目いっぱいまでやってしまっていると、次の小説、今見てくださってる方が吹くところですね。そこから始まるケースで追いつけなかったっていうところもあると思いますが、これも慣れなので、瞬時にね、聞きながら自分で次やることを想像しながら、イメージしながら準備して演奏するっていうことも本当に慣れなので、たくさんやってね、自分のものにしていってくれたら嬉しいなと思います。はい、というわけで今回はスイングのリズムの練習を皆さんと一緒にやってみました。今後も動画出していきますので、ぜひチャンネル登録やコメントなどしていただけたら嬉しいです。以上、レディーホンカーズ南でした。